大阪大学大阪大学接合科学研究所大阪大学接合科学研究所は大阪大学の縁研究所で素材の接合法を専門とし溶接工学を基盤とした幅広い学問領域での研究開発を行っている研究所である1969年設立1996年に溶接工学研究所から解消した2009年から 共同利用、共同研究拠点に指定されている。1969年に大阪大学工学部付属、溶接工学研究施設として設立。1972年に溶接工学研究所として本学の独立した部局となった。1996年に接合科学研究所と改称改組した。溶接工学講座は古くは、 国内の各地の国立大学にあったが、鉄鋼などの金属材料の講座と同様に消えつつあり、1972年の設立から現在に至るまで国内で唯一の溶接の研究所となっている。その間、溶接から接合へと接合の技術開発や材料の開発、接合血管の減少解明や防止法の開発など接合科学というより、 幅の広い学問領域への転換を果たしてきている。2008年に接合科学研究所国際溶接技術者コースを設置している。国際溶接技術者教育訓練機関認定によるディプロマ資格取得は正規コースとして国内で唯一である。2016年より東北大学金属材料研究所、東京工業大学フロンティア材料研究所、等研究所、 名古屋大学未来材料、システム研究所、東京医科歯科大学生態材料工学研究所、早稲田大学名の理工学研究機構の6大学、研究機構で、学際、国際的高度人材、育成ライフイノベーションマテリアル創生共同研究、プロジェクトを開始している。全国共同利用研究所となっており、2009年に、共同利用、共同研究拠点に認定されている。 研究所の一角に新た記念館がある。新た義明の功績を記念して1988年に建てられた。学会やシンポジウムなどに利用される多目的ホールのほかに新たに関する品々を展示した常設展示室、肖像レリーフや碑文などがある。ありがとうございます。